皆さんこんにちは、親からです。今日はですね、リクエストがあったグラノーラバーの作り方を紹介したいと思います。イエーイ熱い。もともとグラノーラバーはアミソングスっていう、インスタグラマー兼 YouTuber の女の子の YouTube チャンネルを見て、私は作り方を覚えたんですけど、それをちょっと自分的にもうちょっとアレンジしたというか、アレンジして、作り方を今日は皆さんに日本語で紹介できたらいいなと思います。イエーイ。はい、必要なものは、オートミール、オートミール、オート麦オート麦オート、ちゃんとしてオート麦、はい、オート麦、私はこのオーガニックのものを使ってます。これ内容量 800g なんですけど、まあ大体分量目分量でやってて、大体これで2回分ぐらいなんで、まあ 400g ぐらい1回で使います。で、あとはデーツ、はい、デーツなんですけど、このデーツが一番おすすめで、柔らかめのもの、なんかね、おやつ用でこういうデーツもあるんですけど、このデーツだとちょっと硬すぎて、このオーツ麦がそんなにくっつかないから、こっちの柔らかい方をおすすめします。はい。で、まあとは好みなんだけど、私はくるみを入れてます。結構このデーツが甘いから、このくるみのちょっと苦みを一緒に入れてって感じですね。まああとはチアシード入れたりとか、まあアーモンド好きな人だったらアーモンドでもいいし、自分の好きなナッツを入れてもらえればと思います。で、あとは、ココナッツオイル、今ないか、固まってるものでもいいんですけど、まあこのオーツ麦とミックスするから、この私は液体の方が楽ちん、固まってるやつだと混ぜるときに結構大変なんで、私はこれを使ってます。うん、で、あと何かな、あとは、ココナッツ、アクシデントこのココナッツフレークを仕上がりの時に使ってます。で、ぐらい、あとね、あとお塩、どこ行ったっけ、あとはお塩、ちょっとこれとサフードのお塩なんですけど、ちょっとだけ塩味が入るとなんか味がもうちょっと面白くなるんで、私はお塩入れる方がおすすめです。で、材料はもうほんとこれだけかな、うん、これだけです。はい、じゃあ早速作ります。今日はね、これぐらいの、いつも使ってるバット、これぐらいなんですけど、まあこれに2、3センチぐらいの高さで1個分ぐらいです。で、最初言ってたように、これが 800g で、いつも半分ぐらい使うから、まあ 400g、 いつもね、結構量は目分量で適当にやっちゃってるんで、今日ビデオだからちょっとちゃんとしてみます。いいよいいよで、まあこれ半分ぐらい、もうちょっと、これぐらい、見るかな、これぐらいです。で、ココナッツオイルなんですけど、これがね、そんなに匂いが強くないタイプのものなんだけど、ちょっと入れすぎるとこう油の感じの匂いが食べた時に結構しちゃうから、入れすぎ注意で、まあ大体このオーツ麦に絡まってくれるかなぐらいの量がいいと思います。で、くるみなんだけど、ちょっと先にくるみ入れなきゃいけないんだったくるみなんだけど、くるみも好みで、なんかまあこれぐらいだから、一握りぐらい、これめっちゃ適当にやってるから、まあ、これぐらいかな、一握りぐらいで、これをここにパッて入れて、ここからちっちゃくする。まあ大きさも好み、なんかそんなに大きくない方が私は好きなんで、まあこれぐらいとか、まあそんなに神経質にならなくてもいいかな。もうちょっと入れようかな、くるみ。
こうやって混ぜた時にこれぐらいがいいかなっていう好み、もう本当に好み。これは私もちょっと入れます。これぐらい追加、まあこんなもん。混ぜてくるみさんこんにちはぐらい。もうちょっと入れる？クランチーな感じが、そうね、香ばしくていいかもね。いいよね。ちょっと2つかみぐらいでいいんじゃないでしょうか。うん、そうね。これがね、どれぐらい入ってんだ？枠外に記入。枠外ってどこ？あ、130g。130g 入ってて、多分もう半分ぐらい使ったかな。だね。そうね。だから、うん、60g ぐらい。うん。で、はい。で、これで、こっからココナッツオイル入れます。いつもバシャーって入れてるんだけど、まあ今日はちょっとビデオだから、大さじしてみます。まあ1、2、3くらいなのかな。3で、1回混ぜてみようかな。1回混ぜて。うん、1回混ぜてみる。いい感じ。いい感じ。なんか触ってて、なんか全体ちょっと絡んできたかなぐらい。入れすぎはほんと注意です。でも乾燥し、ん？なんか量が足りなくても、オーブン入れた時に、ちょっとパサッとしちゃうっていうか、ちゃんとこう、こんがりしないんで、それも注意。もう一杯かな。じゃあ4杯ぐらいですか？うん、大体。3半とか。3半。いや、うん、3半。目分量だからな、いつも。うん、3半とかでいい気がする。混ぜる、こう、キッチン用品を使ってもいいと思うんだけど、この手の感じで、わかると思うから、そっちの方がいい。やっぱ4だね。トータル4ぐらい。4杯です。4杯です。で、焼くんだけど、これ、こっちで、あ、オーブン、あ、食べるの忘れてた。ちゃんとしてオーブンは180度で、まあ、余熱なんで適当に、まあ、やっといて温めとく。でグラノーラ焼く頃に180度になってるようにしてください。これは最初にやっておくべきです。はい。クッキングペーパーを敷いて、でもくっつかないようにちょっとだけココナッツオイルもう一回。手で、で私はもう1回分を1回で焼いちゃうんで、これバーって入れて、でまあちょっと伸ばして、まあこう広げると分かると思うんだけど、まあ、くるみこんぐらい入ってます。まあ好みなんで好きなようにしてね。はい、これでオーブン入れます。塩入れるの忘れちゃった。余熱でテンパって塩入れるの忘れちゃった。まあ一つまみぐらい、まあこれも好みですね。私はこれぐらい入れます。熱が済んだらオーブンにグラノーラ入れます。これで1回15分焼きます。ほい。で1回目が焼けたから出して、ちょっとひっくり返します。今こんな感じ。はい。でこれをちょっとひっくり返します。全部ちゃんとこんがり焼けるように。まあ、うちのオーブンの特性として、この端が結構焼けやすいんで、この
中とかとひっくり返し、まあちょっとまんべんなく焼けるように。でくるみは割とこんがりしやすいんで、まあオーブンにもよるんですけど、私はこのくるみを2回目はちょっと真ん中目にするちょっとした工夫をして、でこっからまた15分、まあこんがりするまでもう一回オーブン入れます。でこの2回目を焼いてる間にデーツを切ります。これフードプロセッサーにかけるんで種抜いて、でまあちょっと小さくする。これぐらいで、これを入れ、でこれを一箱分、一箱分やります。でデーツ結構粘着質が高くて、フードプロセッサーにエネルギーが必要なんで、全部入れないで、まあ、半分ぐらいで、まあ、これぐらいで一回かけちゃいます。このフードプロセッサーちっちゃくてすごいおすすめです。あのまあ全部細かく切って混ぜてもいいけど、プロセッサーがない人は。でも大変なんでこれがおすすめです。これぐらいまでフードプロセッサーしてください。2回やってこれぐらいです。さっきの1パックが 340g です。でこれで2回目終わりました。こんがりしてます。結構くるみは結構黒くなっちゃうんですけど、香ばしくなるんでこれぐらいでも全然気にしなくても大丈夫です。でこの後デーツと混ぜるんだけど、その前に1回これ冷まします。はい、じゃあこれ乾いたんで、これをボウルに移して、さっきフードプロセッサーにかけたデーツがこっちで、これをこの中に入れて混ぜます。ちょっと一気に入れると大変だから、もう半分ぐらいから始める。よいしょ、こういう感じで。結構ね、粘土作業調です。木べらとか使ってもいいんだけど、細かいところまで混ざんないから私は手でやります。で足します、残りを。もうね、手はねめちゃめちゃになるんで、もうがっつりいってください。デーツの中にグラノーラを押し込んでいく感じ。はい、これぐらいまで混ぜてください。このパラパラしてるグラノーラがなくなるぐらいまで、こう全体がまとまってくるぐらいまで混ぜてください。でこれをバットに移します。キッチングペーパーをいきます。もう特に油とか引かなくてもパコッと外れてくれるんで大丈夫です。たらこれをこの中に入れます。よいしょ。でこっからこう、これを平らにしていきます。ちょっとどこ均等になるようにで手である程度やったら、スプーンでしっかりと結構この作業をしっかりしないと切るときにボロボロしちゃうんで、しっかりめにやってください。で最後に手のひらで
ギュッとしていきます。最後の仕上げにココナッツフレークをかけます。まあこれもお好みで。ちょっと最初適当にかけて後で手で伸ばします。粉チーズみたいですね。ですね。手で伸ばして、あー、ココナッツのいい香り。でこれでひとまず作業おしまいです。今こんな感じになってます。今度はこれを冷凍庫に2時間ぐらい入れて固めます。はい、2時間経ってできました。これを何それ。でこれをバットから出して切ります。できました。イエーイ。固まったら先に切って、ラップして保存してください。私はこれ飛行機に乗る時とか、あと撮影が長い日とか、おやつ代わりにして、一個一個をこういうクッキングペーパーにくるくる巻いて持って歩いたりしています。デーツ自体の賞味期限結構長いんですけど、まあそんなに長いこと置かないで食べきった方がいいと思います。はい、これでグラノーラバー作り以上になります。お疲れ様です。